池袋バーアタラスコウスケです、よろしく。歌舞伎町バー変えるマッキーザヤです。うちの先輩の敵を取るために今回出るぜ。先月ちょっと退屈なんでちょっと他の試合をしたんですよ。そしたらなんかまあ1分で勝つって言ったんで1分数えながら戦って1分で勝っちゃって、いやーやっぱ退屈だわと思って、宴が一番ね、いい選手用意してくれるんで、ちょっと退屈しの日にちょうどいいかなと思って。負け知らずだか知らねえけど今回俺が負かしてやるぜ。まず名前すら教えてもらってない、印象もないもなくないですか、どこの人ですかマジで。池袋です。池袋、池袋、池袋といえば通る、通るっすか。違います。あ、違うんだ、通るなら余裕だったわ。あ、どんな試合かってマキ君相手でしょ。ドロンクドロンクドル試合、これで決まるよ。あー、どうせ俺1ラウンドで勝つし、どんな奥さんもなくないですか。ねえ、どうせ弱いんでしょお前。ヘッドロックからのベロシューで失神ゲロさしてるぜ。いや毎回聞かれるんですけど、この質問意味あるっす。出てこないんですけど。膝どうぞ。いやいやいや、これ俺殺すやつやん。膝どうぞ。俺が勝つ。宴の無差別の最強で俺だと思ってるんだけど、俺に勝ったらお前は新宿の王だ。俺が主役、俺が主役。
2ラウンドで行われております。さあ、ムサビスク迫力ある。俺が悪いんじゃない、一切年取った俺が悪い。よいしょ。